2021不幸自慢コンテスト、はい、エントリーナンバー4番はいニックネームグちゅュグゅュ熟女さやさん、はい行きましょう、えー、私は不幸自慢をお書きください私はまだまだまだ私はまだまだ SNS も慣れてないアラフィフアラフィフ主婦です それに頑張って YouTube、Facebook、インスタに挑戦してみたりそれなりに楽し,楽しむ日々インスタのストーリーにも実はさほど使いこなすことがなかったんですがある日グチュグチュして最高の気分になる商品に出会いインスタのストーリーに失格して投稿しましたそれはアラフィフには最高の口内洗浄の商品毎日これでグチュグチュしています と頑張って文字入力してみんなにシェアしてくれシェアしたら嬉しいなと頑張って投稿しましたすると少ししたらメッセージメッセンジャーにコメントえ嬉うしい誰,が誰かが反応してくれたとすぐにメッセンジャーを開くするととある男性から何を勘違いしたのかエロメッセージがマジかやっぱ SNS って 変な人、外人からの友達人生がキモいとこからのメッセージが来ないと聞かれされていた私もその人になってしまいました。え、めっちゃキモい。スルーしていいのだろうか。怖い。え、どうしたらいいのせっかく SNS に触れた頃に私はこのエロメッセージのせいで SNS 恐怖に陥る。なんてことだ他の人、友達、SNS、 お人達様に SNS でキラキラ主婦になるのは夢だったのキラキラ主婦になるのは夢だったんですねキラキラ主婦僕あんま苦手ですねキラキラ系キラキラ系苦手ですねキラキラ主婦になるのが夢だったのにあるエロい男性のせいで SNS 恐詳になる不幸な主婦に陥ってしまいましたああなんて私は こうやって現実もネット世界もこうなるんだろうと自分を責めて悲劇になるヒロインになる不幸な主婦ちょっと待ってせっかくなんだから勇気を出して変身してみようかなと不幸なそこから、えー、湧き出る変な気持ちと,というのも私も私もエロい話は嫌いじゃないしポジティブに変身本当は大好きな本当は大好きな本当は大好きな 本当は大好きだ。エロトークで返信してみた。するとその後返信が来てトークが弾む。意外に楽しいやん。不幸だって私がウキウキして返信している。実はその返信をくれたエロ男性は私のメンターさんだったんです。所詮メンターでもやっぱりただのエロ男性かと思ってたんだけど、これは意外な展開が。さすが私のメンター。私がエロ話好きだと知っていて返信をくれたのでした。 普通じゃそんな方から返信なんていただけないのに返信くれていただけてもすごいこと。そして私はその方と出会った時からいつかすごい結果を出して対談してもらえるのが夢だった。私はエロメッセージのやり取りの最後に <laughs> 私はエロメッセージのやり取りの最後に <laughs> どんなメッセージのやり合いしたんだよって話ですよね <laughs>。今度私が結果出した時には対談してくださいねと勇気を出して ととんでもないことを言っってしまったするとすぐ返答が来てすぐにやりましょうえー、えー、マジで夢叶うやん <laughs> 勇気を出して行動することによりネット世界で不幸なアラフィフシュは一緒にしてハッピーなアラフィフシュに、えー、みんな女性もエロ話は大好きそれを口に出すか出さないか <laughs> 私は出すことでネタ になるこことを学び包み隠す発信していこう吉谷さんへお疲れさまです。この前は対談ありがとうございました。今回の企画、私もエントリーしようと捉えてしてみました。ネットによる不幸な主婦の話で面白おかしく不幸自慢してみました。大嫌いなクリスマス、吉谷さん、いかがお過ごしでしょうか。私はイブも明日もクリボッチ。クリ、クリ、あ、ちょっとあんま言わないほうがいいか。<laughs> クリ、クリボッチね。クリクリ。はい 今日はお刺し身えて焼酎飲んでキットカットを食べながら今投稿してますこれこそ超寂しい不幸な私やん、はい、キットカットと焼酎合うのかなへぇはいということでグチュグチュ熟知をさやさんからいただきましたこれ不幸じゃなくて幸せになったというお家ちですよねうんちょっとオチがね 幸せになっちゃダメですね。<laughs> 不幸自慢ですからね。まあなんか学んだとかだったら、まあ、まあ学んだことも書いてあるか。まあ学んだことも書いてあるか。まあでもまあ、展開としてはまあ悪くはないですね。うん。まあ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 、あ審査、まあ、あの審査発表はしますんで、ご,ご期待ですね。はい。 じゃあ、えっ、ー、と、今年最後に聞いて、聞いておきたいこと、いきましょうか。えー、今年一年ん吉谷さんの人生、えー、漢字で表すと何ですか来年はどんな一年にしたいですか漢字で一言聞いてみたいです。私は、今年の夢は、来年はかな、かなうです。なるほど。今年は、あ、今年は夢。来年は、かなう。かなうん。 今年一年、吉谷さ,さんの人生を漢字で表すと、漢字で表すとなんだろうな。一言、一言、僕漢字苦手なんだけど。ちょ、ちょっといいですか、コーヒー飲んで。漢字苦手なのに漢字で表すとファンキーだな。ドリアカの講義漢字かけてないですよね、僕ね。ファンキーだな。漢字苦手だからな。 人生で漢字で表すと何ですかうーん、漢字ね、漢字思いつかないな。すいません、漢字が思いつかないで、あでいいですかあ、あです。え、吉田さん、あってなんすかみたいなね。あっていうのはね、あいうえぼのあじゃないですか。一番最初はあじゃないですか。うん、だからまあ今年はまあ、初心に帰るというか、まあ、うーん、 あですね、うん、なんかいろんなものを初心に変えるというか、まあ、いつもやってることなんですけど改めてまあそのうんって感じですかね改めてまあ、うん、あでしたね <laughs>、うん、まあ愚直にやるってことですね、うん、いつもいつもスタートであると。 いつもスタートであるって感じですかね。来年の感じ、来年の感じはなんだろうな。来年の感じはね、来年のか、だ感じ苦手だからね、感じ思いつかないな一言っていう。うーん、うーん。来年は、来年。 あおですね。おです。おです。アイウェおの最後、おじゃないですか。うん。これね、でもね、昔僕が思いついたことがあって、これ多分ね、なまあ、ちょっと多分ね、何万本ある動画の中で、どっかで言ったような気,気がするんですけど、このアイウェおの秘密っていうね、僕が勝手に作ったんですけども、あって一番最初じゃないですか。 で、あいうえものをって一番最後じゃないですか。で、あっていうのはありがとうなんですよ。で、おっていうのはおめでとうなんですよね。ありがとうから始まり、おめでとうで終わる。素敵じゃないですか。申しますね。ありがとうで始まり、おめでとうで終わるっていう。これ素晴らしいんじゃないかなと思うんですけどね。<laughs> そう、だから来年はおめでとうっていう、なんか、 まああの来年40歳にもなりますしまあ積み上げてきたものがおめでとうって言えるような形にしたいかなと思いますねまあやることは変わらないんですけどもうんまあ実際まあ今回僕17年間まあネットビジネスやってきてまあ初の試みでまあドリアクはどんどん値上げして120万で初めてセールスしましたけど まあこれも売れましたね。最初ゼロ本の覚悟で売った部分もあるんですけども、も普通だったらその100万超えする商品っていうのは、セミナーで売るとか対面とか、電話クロージングとか、ツームセッションとかで売るんですけども、それ全くせずに、ウェブ、まあ、YouTube の動画オンリーですよね。もちろんセールスレター書きましたけど、そんなにパンチがあるセールスレターではないので、あれは。う やっぱ日々積み上げてきたあから買っていただいたかなっていうのはありますし、まあ来年の1月のフォローアップ勉強会ではそれは1月のフォローアップ勉強会で、まあ12月どういう考え方で僕がやったのかっていうのは言いますけどうん。まあだから来年はおめでとうって言えるように頑張るって感じですかね。うん。まあ40歳おめでとうと積み上げたなと。 その積み上げたものがしっかりと結果として出せるっていう感じでしたねうん積み上げただけじゃダメなんでビジネスはねしっかりとそれが何か形になる結果としてあのー、表せるようにするっていううんありがとうから始まりおめでとうで終わるこれでいいんじゃないでしょうかはい <laughs>、はい、ということでグチュグチュ熟女さやさんからいただきました これね朝今5時半にこれ収録してるんですけど <laughs> 5時半からこれ読むってなかなかファンキーだなこれ <laughs> 最近僕はあの朝早いんですよ朝に仕事終わらすって感じなんですけどね、うん、で夜寝るの昨日寝たのもね多分昨日コンサルがちょっとあったんで22時には寝ましたね、うん そんな感じでございますはいではぐち,ちぐちゅ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 熟女さやさん今日の朝もぐちゅぐちゅしてますかしてるでしょうね朝起きたら、はい、<laughs> ぐちゅぐちゅわりまーす